はしご酒とは、次々と場所を変えて酒を飲むこと。本来は、はしごを一段ずつ登っていくように、馴染みの店を一軒ずつ訪ね歩いて飲むということで、あった。植木等のスーダーラブシで歌われるように、サラリーマンらが帰宅前に数軒訪れることも多い。全国各地の飲食街のイベントとして、はしご酒大会が開催されている。 英語では同様の行為を、パブクロール、バーツアー、バークロール、バーホッピングなどという。はしご酒大会の実態は様々であり、数件をめぐってお酒を飲みゴールする時間を競うものも、あれば、お酒を楽しむことだけが、目的の場合もある。著名なものとしては、札幌すすきの祭りの前夜祭りとして開催される、すすきのはしご酒大会や、 小樽市のお樽るはしご酒大会などが挙げられる。こうしたはしご酒大会の発祥は、北海道の岩見沢市で開催されている岩見沢ドリンクラリーと言われており、開催回数を見ても岩見沢ドリンクラリーは著名なはしご酒大会の倍以上となる24回目を数えている。また、岩見沢市と同じ空地地方に属する砂川市の 夜の水神ロードはしご酒大会も24回と開催回数が多いことから空地地方に強く根付いた文化との見方もできる。オーブン社国語辞典、松村明、山口明穂、和田利島佐、オーブン社、東京都新宿区、1991年、1版、ISBN4 から01から077506から8。人気のはしご酒大会5月12日実施。 小樽ジャーナル2005年4月20日2013年10月時点。先日のすすきのはしご酒大会は8回。小樽はしご酒大会は11回2016年7月時点。2015年は開催中止。ありがとうございます。